はい、皆さんこんばんは。こんばんは。水曜日夕方7時を回りました。ヒッティングチャンスの時間です。今日は数えて第207試合目です。4月29日、昭和の日、高級日ですけど、はい、はい、学校休み、はい、はい、揃いの赤い T シャツに胸から輝く金メダル、皆さんはどちらのチームですか？チャタンドラゴンズです。はい、チャタンドラゴンズの皆さんにお越しいただきました。チャタンドラゴンズ、先の第7回中部北支部、春季学童軟式野球大会、琉球新報機争奪野球大会で見事優勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。かっこいいな。揃いの青い T シャツで、キャプテン、はい、何持ってる？優勝旗です。キャー、かっこいい、はい、学校に届けたか？はい。あし、校長先生に見せた？はい。おー、なんて言った？素晴らしいですね。いやー、教科書通りの答えでしたね。ありがとうございました。校長先生もこんなに緊張してた？はい、はい、素晴らしいですねって緊張してた校長先生。はい。朝礼でもみんなに報告した？まだです。まだ？いつですか？明日です。明日、よし、じゃあ明日しっかり、チャタン第二小学校だな、皆さんはね、はい、みんなチャタン第二小学校、はい、じゃあしっかり報告してくださいね。はい、はい、今日は、そのチャタンドラゴンズの皆さんにお話を伺っていきます。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社や不足工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムワザ歯科、沖縄市山内上切館団家、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。はい、はい、だから起こして、あなた方が楽しくやったら OK、 楽しくなかったら寝るよ。はい、あと10秒でコマーシャル終わります。よろしくね。はい、はい、はい、5秒前。はい。
はい、改めましてこんばんは。こんばんは。はい、チャタンドラゴンズの皆さんです。スポンサーのお知らせの中で大根山スポーツ、わかる？どこにあるか。大根山セルラー野球場の隣にあるの、ヤンキースイチローの看板って言ったけど、この間から、ヤンキース田中投手の看板に変わってましたね。イチローの看板なかったよって探しきれなかったら困るからお知らせしておきましょうね。田中マー君の看板に変わってましたのでよろしくお願いします。マー君はなんかどっか痛いらしいな、故障者リストに入ったとかって今日ニュースしてました。はい、では、キャプテンからお一人ずつ自己紹介をお願いします。どうぞ。チャタンドラゴンズキャプテン上村大志です。ポジションはキャッチャーです。はい。ピッチャーの平ルナンです。はい。センターの島袋天太です。はい。ファーストの山内優也です。はい。センターの野原龍也です。はい。サードの瀬尾志平太です。はい。ショートの中村かりかなとです。はい。レフトの佐久間雄生です。はい。セカンドの竹蘭雄太です。はい。レフトの中村慎吾です。はい。ライトの吉見志龍です。はい。センターの与座豊です。はい。ライトの野原瑛人です。はい。セカンドの上村哲司です。はい。ライトの荒本野菜です。はい、どうもありがとうございます。以上15人ですね。はい。キャプテン全部で何人？はい、チャタンドラゴンズ30名近くです。近くですよ。幽霊ゲルのかよ。はん？いえ、ちゃんと把握しとけキャプテン。はい。うん、頼むぜ。はい。30人近くですというのは28なのか29なのか 28.5 なのか次会った時に聞くからよ。はい。ちゃんと調べとけよ。はい。はい、頼むぜ。はい。6年生何人ですか？7人です。7人、7人。5年生は8人です。8人で、今日は4年生が1人。哲司くん。はい。おい、4年生。はい。ありがとうね。6年生1人お休み。はい。はい。レイくん。はい。どこ行った？京都です。京都派遣か？いえ。遠征？いえ。なんや？旅行です。旅行です。旅行。ますますかっこいい。何、京都に旅行？一人で。またかっこいい。小学校6年生が京都に一人で旅行しに行くわけ？かっこいいな。すごいさ。何ね、彼女探しに？いえ。お母さん探しに。母を訪ねて京都まで。はい。そうか、お母さんが京都で待ってるの。はい。あ、いいな。俺も一緒に行きたかったな。よし、皆さんは、中部北支部のこの大会で優勝しましたので、派遣が決まりました。キャプテン。はい。どこに行こうか、どこに行きたいですか？淡路島です。淡路島、よかった。今ディズニーランドって言われたらどうしようかなと思った。淡路島。ルナン君は淡路島です。淡路島ね。 OK。 どこにあるか分かるか？兵庫です。おー、よかった。今知らんって言ったらどうしようかなと思った。じゃあ同じ質問聞くよ。天太くん。はい。どこに行きたいですか？淡路島です。淡路島。じゃあもう決定な。はい。淡路島でな。はいはい、いいかそれで。はい。よし。じゃあもうみんなで相談してた？はい。はい。相談してた？はい。よし。じゃあもう決定ということで。淡路島、兵庫県。間違いない？はい。はい。本当か天太？はい。間違いない？はい。あの辺を、なんとか内海って言いますけど、なんて言うでしょう。はい。瀬戸内海です。君に聞いてない。いや、キャプテン分かるけどさ、張り切ってるの。さあキャプテン、もうそろそろ手だるいだろ。優勝旗ずっと持っとくか？はい。大丈夫か？よし、持っとけよ。授業中も持っとくよ、教室で。いえ。なあ、校長室に預けるのはもったいない。うん、ずっと持って歩いとけね。はい。天太くん。はい。いい名前だな。はい。なあ、みんなに言われるか？いや、あんまり言われない。あんまり言われない。じゃあ自分で宣伝して歩け。いい名前だろ、俺の名前って。な、恥ずかしいです。あ、恥ずかしいです。恥ずかしくないよ。プロ野球選手になるかもしれんのに。なあ、今から宣伝しとけ。いいですか？はい。
ゆうやくん。はい。ゆうや、りゅうや。二人何か親戚か、いえ。兄弟か、いえ。ゆうやりゅうや兄弟じゃない。あ、わかった。お笑いコンビだろ。いえ。はい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 、ゆうやです、りゅうやですってやってんじゃないか。やってるだろう。やってごらん、まずじゃあここで。はい、コンビ結成です。できません。できません。待って。できません。よし、わかった。コマーシャルの間覚えとけよ。はい。ひなたくん。はい。ひなた。かっこいいな。太陽のように、太いで、ひなた。はい。ヨータじゃなくて、ひなた。はい。いいな。はい。どうですか、このお名前に関しては。あまりなんとも思わんです。待て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 。あっちね、ギャラリーいっぱいいらっしゃるのにさ、この名前非常に感謝してますとか言ってよ、もう一回。もう一回聞くよ。はい。いいですか、ひなたくん、この名前どうですか。この名前に感謝してます。イエーイ、よかったね。もっとなんか、その、なんていうの、その感謝してる顔で言ってくれんか。はい。いやいや言ってない、言わされてない、大丈夫か。はい。じゃあ3回目もう一回聞くよ。ひなたくん。はい。この名前いかがですか。とてもいい名前だと思います。よし、笑っていいよ、今みたいに。はい。頼むよ。はい。はい、これからもずっと笑っていいよ。はい。うん、はい、後ろのかなとくん。はい。あなたは何、夢が叶う。はい。またかっこいいな。はい。その通りに優勝した。はい。いいね。じゃあ将来の夢は、君一人だけ先に聞こう。プロ野球選手です。よし、じゃあ夢叶えてよ。はい。な、その通りの名前だからな。はい。はい、隣のゆうせいくん。はい。体重は分かりません。分かりません。そうか、僕がだいたい推定、60キロ。分かりません。分かりました。言わないわけね、これ個人情報だからな、はい、秘密にしとけよ。はい、はい、隣の龍太くん。はい。君は雄星くんの半分ぐらいしかないな。はい。大丈夫か。はい。雄星くんの弁当もじゃなくて給食も取って食べるぐらいたくさん食べてよ。はい、はい、いいですか。はい、はい、隣の新規くん。はい、はい、君も結構大きいな。雄星くんの次ぐらいに大きい。わかりません。わかりません。わからんやつばっかりだな。あ、キャプテン。はい。大丈夫か。はい。みんなわかりませんって言ってるけど、わかるだろ君は。わかりません。君もわからんのか、困ったな。オッケー、じゃあ隣の紫龍くん。はい。しゅうくんはまた琉球の歴史や。はあ、はい。かっこいいな。わかるか。いえ。琉球の歴史や。いえ。あ、いや、いえって言うなよ。じゃあ沖縄県の知事は。尾長知事です。ああ、その前の知事は。中山知事です。ああ、すごい。その前の知事は俺もわからん、忘れた。誰だった。稲峰。誰だったっけ。わかりません。稲峰知事だったかな。ああ、だったかな、もう忘れたな俺も。もう、はい、ゆたかくん。はい。ゆたかくん。はい。だ、どこにいるか。いた。ここです。兄ちゃん元気か。はい。元気か。はい。兄ちゃん何年生になった。中2です。まあ、考えるな。はい。即答やな、即答。兄ちゃん中学校どこか。北谷中学校です。また考えたな。はい。ああ、おい大丈夫か、おい。ゆたか、後ろで父さんが笑ってるよ。あ、お前も今日夕飯ないはずよ。いえ。あ、大丈夫か。はい、はい、兄ちゃん名前なんだった。与座隆人です。今も少し考えた。はい。そうか、隆人で君が豊か。はい、はい、君何年生。5年生です。また考えたな。そうか、 OK、 分かりました。はい、隣の野原瑛斗君。はい。ポジションはライトです。まさか。エイトって背番号8だろ。違う、はい、なんで。監督何考えてるかって。や、僕の名前エイトですよって。次の大会は8番もらえよ、うん、そうじゃなかったら登録用紙俺が跳ねつけるからよ。な、俺が跳ねつけるからよ、俺の権限で。いいか。はい、野原エイト君。はい。背番号は13番です。また全然空気の読めないやつだな君は。もう一回聞くよ、3回目だよ。野原瑛斗くん。はい。背番号は8番です。よし、 OK。 英語覚えたか。はい、はい、8の次は9 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 9
2、はい、3、はい、4、5、6、7、8、9、10。よし、OK。次からマイクに向かって言ってくれな。頼むぜ、はい。マイクもう少し近づけてな。はい、そうそうそう。鼻にはあんまり入れなくていいからな。はい。てつしくん。はい。はい。お家でてっちゃんって呼ばれてるか。はい。呼ばれてる、はい、はい。兄ちゃんのことなんて呼んでる。たいです。たい？あんちゃんってつけてないのか。はい。つけてない。はい。そうか。たいしくん。はい。弟のことなんて呼んでる。てっちゃんって呼んでます。てっちゃんって呼んでる。はい。かわいいか。普通です。普通。食べたいぐらいかわいいか。普通です。普通ですか。わかりました。てっちゃん。はい。兄ちゃんはどんなやつか。普通です。面白くないな。普通って言うなって言っただろ、始まる前に。普通とか微妙とか別にとか使うなよ。もう一回聞くよ、はい。てっちゃん。はい。大志兄ちゃんはどんなやつか。あんまりです。バカだろ、お前は。お前も今日。気をつけろよ。はい、うん、あの大使、はい、一発分なぐらい俺が許す。はい、いいか。次 の、 あの答えによってな。はい、な、はい、4回目だよ、てっちゃん。はい、はい、大使兄ちゃんどんなやつか。かっこいいです。いやー、許してやるな。はい、な、いいか、許してよかったな。はい、後ろの野菜さん。はい、荒本野菜さん。はい、女子は何人ですか、チャタンドラゴンズ。1人です。あなた一人。はい。先輩はいっぱいいたのにな。今あなた一人だけ。はい。ああ。あなた何年生。6年です。6年。5年4年にはやりそうな人いない。同級生には一応誘っている。あ、誘ってる。はい。で、なんて言ってる、みんな。待って待って待って、その前になんて誘ってる。野球入らないって。あ、野球入らないって。例えばさ、タイシーってキャプテンかっこいいよとかって言ってる。は？言ってる。言ってないです。あ、いやー、それは使った方がいいと思うよ。ユウセイってかっこいいよとかさ。まあこれはあんまり使えんかもしらんけど。なあ、うん、ルナンってピッチャーかっこいいよとかさ、使ってごらんね。なんかあんまり嬉しそうじゃないな。ああ、それで失敗したのか、すでに。はあ、それで誘って失敗した。あ、ごめんな、おじさんの質問の意味が分かってなかった。ごめんね。じゃあ声かけてよね。はい、はい、ところでチャタンドラゴンズの、6年生7人の中、 あなたも含めて7人か。あなた以外の男子6人の中でかっこいいやついるか。まあいいよ、ここは別にって使っても。あ、本当はいるんだ。うん、いる。いません。チョコレート送ってもいいなと思う子いる。みんな6年生みんな真剣な顔してあなた見てたよ。どうするか。ああ、仕方がないな。もうみんなにあの均等に配ってね。ね、あのなんとかチョコ買ってきてさ、板チョコ買ってきてから6つに割ってから1かけらずつプレゼントしてね。その代わりもらったらあなた方倍返しで分かってたろうな。はい、男子はな。はい、ね、はい、優勢。はい、一かけらでも返すときは大きく返せよ。はい、よし、 OK、 大丈夫ね。はい、はい、じゃあさ、大志くん、はい、はい、今大会振り返ってみましょう。さあ、チャタンドラゴンズ第7回春季大会クイズ、1回戦の相手は少年山手です。待て待て待て、一人に聞いてる、心配するな、みんなに聞くから。少年山手、よし、ルナンくん、はい、はい、スコアは5対1です。5対1、よし、次は天太くん、はい、はい、2回戦は読谷シャークスです。読谷シャークス、ゆうやくん、はい、スコアは13対2です。お母さん大丈夫か、お前風邪ひいてないか、緊張してる。いえ、スコアは13対2です。よし、 OK、 はい、りゅうやくん、はい、3回戦の相手は前原ルーキーです。前原ルーキーですな。はい、よし、じゃあ隣の日向くん、はい、はい、スコアは12対0です。よーし、本当か。はい、12対0で勝った。はい、赤月その前原ルーキーズに11対じゃない、8対1で負けたんだけど。じゃあ、あなた方だったら20対0ぐらいで負けるな。はい、悲しいな。
はい、まあ、今は強く原曲入ってったな、キャプテンな。はい、はい、ちょっとショックだけど、みんな揃いも揃って。はい、よし、覚えとけよ。てっちゃん。はい。君一人赤い T シャツ着てるからさ、明日から赤つきな。いえ。なんでやねん。こんなに力強く断らなくてもいいだろう。少しくらい考えてくれや。な。はい。よし、考えとけよ。いえ。あら。やっぱり考えようけ。オッケー、わかりました。はい、じゃあ後ろの列、かなとくん。はい。準々決勝の相手は与那城ストロングです。おい、先輩方がしょっちゅう与那城ストロングとやったよな。はい。ゆうせいくん。はい。今年も雨でしたか？雨でした。サタンドラゴンズと与那城ストロングやるときは必ず雨だよな。はい。ね、分かってるのかな、神様もな。はい。で、ゆうせいくん、スコアは8対4です。8対4、はい、はい。準決勝、龍太くん、はい、相手はキナキングです。キナキング、新木くん、はい、スコアは3対1です。3対1、初めてちょっと接戦だったな。はい、はい。次は新雄くん。紫龍です。あ、ごめん、紫龍くん、失礼しました。紫龍くん、はい。いよいよ決勝戦の相手はミサトオリオンズです。ミサトオリオンズ、同じ沖縄ブロックのミサトオリオンズ。ゆたかくん。はい。スコアは7対5です。7対5、間違いない？はい。本当か？はい、はい、本当かな、みんな本当か？はい、はい、オッケー。じゃあ以上6試合全部勝って、優勝ということですね。エイトくん。はい。一番印象に残ってるシーンは？人に聞くな、君に聞いてんだよ。はい、君が一番印象に残ってるシーンは？あ、いや、困った少年だな。ない、特にない。本当に優勝したか、君。はい、はあ、はい、表彰式にいたか。はい、いた。はい、いた。はい、大丈夫。はい、うん、誰からメダルもらった？これも忘れた。目の前のおじさんからやろ。俺がメダル渡しただろ。俺は覚えてるよ。うん、で、君も思い出したか。はい、はい、ただもう仕方ない、印象に残ってるシーンはメダルもらった瞬間ですって言っとけ。メダルもらった瞬間です。嘘っぽいな。嘘っぽかったな。てっちゃん。はい。隣の先輩助けてやってくれ。あ、違うか。エイト君も4年生か。ん、5年生。エイト君5年生。監督は4年って書いてあるよ。エイト5年生。はい、はい、失礼しました。てっちゃん。はい。はい、印象に残ってるシーンは与那城戦です。ねえ、見てみよう。4年生こんなハキハキとスラスラ答えてるだろ。しっかりしろよ5年生。大丈夫か。はい、はい、てっちゃん、与那城戦のどんなところ？与那城ストロングに勝った、勝ったところ。オッケー、わかりました。で、後ろの野良さん、マイク渡った。はい、はいはい、あなたの印象に残ってるシーンは？はい、またこっちにも6年生、困った6年生がいるな。大丈夫か。与那城戦です。与那城戦、はい、どんなところ？勝ったことです。おい、優勢じゃなくて新規や。はい、お前カンニングばっかりして。あ、それカンニングじゃない、答え教えるな。野良さんに聞いてんだよ、君のが答えじゃない。いいか。はい、あの、皆さんもそれぞれ自分のことを言ってくださいよ。はい、はい、いいですか。はい、はい、キャプテン。はい、ドラゴンズって、ドラゴンって日本語で言うと何か。恐竜。恐竜かな。恐竜ではないと思うな。ルナン君。はい、はい、何ですか。竜です。竜だよな。はい、おい、大丈夫かキャプテン。はい、はい、そっか。今日、あの、何だった、全日本柔道で、七戸竜さんは準優勝だったな。はい、今日は、皆さんが竜なのになぜか歌は狼を選んでしまいました。中島みゆきの狼になりたい、聞いてください。お願いします。あと30分、30分いってさ。おい、5年生6年生ハキハキと答えてくれ、人に聞くな。はい、大丈夫か。はい、てっちゃん4年生なんでね、ハキハキと答えてるの。倒すなよ。そうなんだ。
なんかないか？あの暖気とかに竜の絵描かれてないか？あ、描かれてない。描かれてもあるし。小さか？小さか？小さと思ってた。小さっていう。はい。あ、吹いてた。皆さん、あの、ちゃんとそれ前の6人、はい、もしかしたらマイクに近づいてお話してください。後ろのメンバーは、あの反応マイクしっかり自分の、じゃあ誰だった？ゆいです。ゆたか、エイト。鼻じゃないよ。口の前で。大丈夫ね。鼻気がついた。ルナのお父さん偉いな。一生懸命消してる。はい、やるんだけど。やるだけやって最後は真剣に消してる。あっちだけ見て、こっちも見る。お、見る。見る見る。あっちから見る。さっき見る。細か。ほら。余計つくんじゃん逆に。甘いなってる。え、焼き芋。見てないだけだよ。後で、あの FM 小座のホームページから今日の放送の様子は動画で見れますんで。やった。なんで FM 小座？こっち映ってないんじゃん。あれ？こっち映ってるよ。YouTube。あ、こんな調子。あ、こっち映ってます。あとは日曜日の夜の8時から今日の放送が再放送されますんで、こっちで分けると思いますから。ね、テレビ？テレビ？テレビじゃないだって。大丈夫。ストーンさん、はい、曲の後はコマーシャル入れますか？あ、大丈夫です。そのまま。お願いします。
か。そろそろ曲が上がります。あと20秒です。はい。20秒で。はい、そろそろ上げます。はい、マイクいきます。はい。中島みゆきで狼になりたい聞いていただきました。さあ、キャプテン。はい。何になりたいか。狼になりたいです。狼英語でなんて言う？ドラゴンじゃないよな、はい、ウルフだよ、覚えとけよ、はい、はい、ルナン君、はい、何になりたい？竜です。竜、そうですか。テンタ君、はい、何になりたい？狼です。狼、はい。ユウヤ君は？竜です。竜。2対2。日向君飛んじゃったよ。日向君何になりたい？狼です。狼、ごめんな。リュウヤ君、はい、はい、何になりたい？リュウです。リュウ、あ、3対3だな。よし、 OK。 後ろはカナト君、はい、はい、何になりたい？リュウです。プロ野球選手じゃないのか？あ、プロ野球選手です。なあ、あ、20分前の話忘れてる自分で。俺は覚えてたのに。ユウセイ君、はい、横綱になりたい？はい、横綱になりたい？いえいえ、何になりたい？ビッグベン。あ、ビッグベン。ビッグベンになりたい。はい。大きいイベント。いや、違います。あ、違うんですか。わかりました。リュウタ君じゃなくて、あ、そうだ、リュウタ君、はい、はい、何になりたい？リュウです。大きくなりたい。たくさん食べて大きくなるよ。はい、はい。新規君、はい、はい、何になりたい？プロ野球選手です。プロ野球選手。よし、ポジションは？レフトです。レフトでプロ野球選手。はい、よし。シリュウ君、はい、はい、何になりたい？巨人の選手になりたいです。巨人の選手になりたい。はい、よし、頑張れよ。はい、はい。ユタカ君、はい、何になりたい？リュウです。お前、アンちゃんと一緒にお笑い芸人になれ。いえ。ああ、いえ、その方がいいんじゃないか。いえ、あのな、中川家みたいにさ、練習しときゃ。いえ。ああ、できそうだよ、君たち二人なら。はい、な、はい。ユタカ君、はい、5年のキャプテンか？いえ。チャオ、はい、夜酒は代々キャプテンじゃないのか？はい、あ、違います。あんちゃんキャプテンしてるか、中学校で？とは聞いているけど、本当かは分かりません。お家ではキャプテンやってるって言ってるわけ？はい。君、確認はしてない？はい。よし、今度中学校行って確認してこよう。はい、はい。エイト君、はい、背番号は8です。よし、 OK。 何になりたい？リュウです。よし。てっちゃん、はい、はい、何になりたい？リュウです。5年生になりたいって言っときゃ。レギュラーなりたいって言っときゃ。レギュラーか？リュウになりたいです。おーし、 OK、 わかりました。何食べたらリュウになれるかな？わかりません。あー、じゃあちゃんと習っとけよ、お父さんから。はい、いいか。はい。 A&W のハンバーガーじゃないか。いえ、違う。はい、ノナ、はい、さん、はい、何になりたい？わかりません。わかりません。そうか。今、竜になりたいって言われたらどうしようかなと思って。竜はオスもメスもいるか、やっぱり。なんか竜って男オスのイメージだけど、やっぱりメスもいるだろうな。お母さんもいるよな、当然な。うん、はい。キャプテン、大志くん。はい。さあ、県大会じゃなくて、派遣決まりました。次は県大会もありますよね。はい、はい、県大会の予選かな。はい、今大会チャタンドラゴンズ何が良かったと思いますか？元気。元気、キャプテンのリーダーシップって言っとけ、ここはな。もう一回聞こうな。大使キャプテン、はい、今大会チャタンドラゴンズ何が良かったと思いますか？リーダーの引っ張りが良かったと思います。俺のアドバイスと全然答え違ったじゃないか、お前。記憶力テストしないといかんな。大丈夫か？はい、はい、リーダーの引っ張りが良かった。はい、はい、よし。ルナン君、はい、ピッチャー、はい、決め球はストレートです。ストレート、はい、キャッチャー大志君、はい、構えたところに来るか？ルナンの球は来ます。来る。何キロぐらい出てる？96キロぐらいです。96キロぐらい。ルナン、自分ではどう思う？96キロぐらいです。その通りか。はい、うん、
130ぐらい出てないか。いや出ていません。まだ出てない。はい、はい、分かりました。天太くん、はい、天太くんはポジションセンター。はい、はい、もう外野のフライ何でも任せとけって感じ。はい、あ、分かった。君がセンターの理由、優勢の分まで取れって言われてるだろ監督ね。はい、はあ、レフトに飛んだらもう俺、お前君が取れよって言われてるだろ。はい、はあ、よーし優勢。はい、お前は正面だけ取れって言われてる。いえ、いや何や、あ、正面も取らなくていい。あ、違います。どっちや。左右も上下も全部取る。左右も上下も取ろう。ああ、天太が来るから心配するなとか言われてないか。あ、天太足を進んで大丈夫です。あ、そうか、君が取ってる全部、はい、自分で、はい、本当か。あ、いえ。もしかして守備の時グラブ2つ持ってない。いえ。ああ2つでなんとか取ろうとしてないか。いえ。大丈夫。はい、はい、天太くん、はい、あのレフトの守備範囲までやらんといかんから大変だな。はい、そう思ってるだろ。はい、うん、優勢頼むよ、バットだけじゃなくて守備もしっかりしてくれよって思ってる。はい、思ってる。はい、よし、正直でよろしい。優勢、はい、負担かけるなよ。はい、はい、頑張れよ。はい、守備練習あんまりやってないだろ君。やってます。バッティング練習ばっかりやってたろ。いえ、いいよ、バッティング練習だけやっとけ。いえ、将来はさ、DH のあるところに行ってからバッターだけやれ君は。いや、大丈夫か。はい、はい、じゃあ守備も頑張れよ。はい、はい、お隣のゆうやくん。はい、ゆうやくんはファーストですか。はい、ファースト。ファースト忙しいか。いえ、忙しくない。はい、なんで。もう慣れました。あ、慣れた。あ、はい、暇になれた。ルなんか三振取るから忙しくない。いえ、なんで。もう取るのは当たり前と思っています。かっこいい。当たり前と思っていますよ。すごいやつだな。キャプテン、はい、どうするか。取るの当たり前ってよ、うん、もう取るだけでファインプレーだけど暁は、うん、取るの当たり前ですか。ゆうやくん、はい、わかりました。りゅうやくん、はい、はい、あなたはあなたもセンター。はい、うん、2人でセンター守って1人はレフトのカバーというわけではない。交代交代にセンターで出る。はい、わ、はい、かりました。日向くん、はい、ポジションはサードです。サード、かっこいいか。いえ。はフライいっぱいします。あちゃ、自分で言うな。聞いてないことは言わなくていいからな。はい、うん、日向くん、はい、エラーするか。はい、はい、聞かれたら答えていいよ。はい、うんうん、たくさんするか少しするか。たくさんします。よし、じゃあノックたくさん受けてから上手になるよ。はい、もうなったか。まだです。まだ、はい、たくさん、じゃあ今日も帰ってからノック受けて、はい、な、監督にコーチにお願いしてからノックやってくださいって。うん、いいよ、もう今日夕飯食べなくてもノック受けなさい。な、ちょっと8時過ぎてるな。あ、8時前だな。終わったら8時だから、今日はもう夕飯食って風呂入って寝て明日また頑張ろうな。はい、はい、後ろのかなとくん、はい、さあ大会で優勝する夢は叶いました。次の夢はプロ野球選手になることです。いきなりか。あ、次のブロック大会優勝です。なあ、マイクに近づけてから一つずつな、順序よくな。はい、うん、そしたら今何歳。11歳。10歳。10歳です。実際、はい、プロ野球選手18でもいいからさ、はい、8年飛ばすなよ。はい、なあ、一つ一つな、はい、目の前のことちゃんとやっていこうな。はい、はい、じゃあ次の夢は全国制覇です。だから飛びすぎじゃないか君は。え、ああ、全国制覇、はい、高校で。いえ、どこで。淡路です。淡路島で優勝する。はい、よし、OK、優勢君、えい、はい、何部屋に入りますか。サウジアラビア。全然質問と答えが噛み合わんな、ごめんな。僕、君は野球選手じゃなくて相撲取りになるのかなと思ったんだけど。いや、何部屋に入りますかって聞いてしまったんだけど。はい、優勢くん、はい、はい、頑張れよ。はい、小学校今までのホームラン何本打った。数えてる。60ぐらいです。60ぐらい、本当か。はい、うん、全部言えるか。いやそうか、60か。はい、よし、じゃあ61本目早く打てよ。はい、な、待ってるよ。はい、はい、龍太くん、はい、龍太くん、はい、君、ズケランか。はい、
ズケラン龍太か。はい。もしかしてベンチにいるズケランさんと親戚か。お父さんです。え、本当か。はい。そうか、幸せもんだな。お父さんお家でもコーチか。はい。うん。お家でなんて呼んでる。お父さんです。お父さん。グラウンドでは、はい、お父さんです。グラウンドでもお父さんか。はい。そうか、グラウンドではコーチって呼んでや。はい。うん。いつも優しいかお父さん。たまに怖いです。たまにか。俺は知ってるぞ。たまにじゃない。ほとんど怖い。俺は近寄れないんだけど。あ、お父さんにユニフォームつけてる時のズケランコーチに。なあ、君大丈夫か。はい。よし、じゃあ君、あの、僕がズケランコーチに用事がある時に一緒に来てよ。な。そして君の口を使って、あの、お願い事しような。よし、次からそうしよう。決めた。分かった。ズケラン龍太くん、はい、頼むよ。はい、はい、僕の伝言係な。はい、はい、よろしく。はい、次は新規くん。はい。新規くんは6年じゃなくて5年生。はい。5年生で一番でかい。いえ、他のクラスにもっとでかい人いる。はい。あ、そうか。ご飯たくさん食べてるか。はい。給食全部食べてる。はい。よし、何が一番好き。カレーです。よし、わかりました。シリュウくん。はい。シリュウくんは給食で何が好きですか。カレーです。カレーか、やっぱりカレーとか。ゆたかくん。はい。はい、給食で何が好き。揚げパンです。揚げパン。お母さんが作る揚げパンと給食の揚げパンとどっちが美味しい。お母さんがそもそも作りません。あ、そうか。はい。じゃあ今度お母さんに揚げパン作ってってお願いしてくれ。はい。なあ。はい。うん。よし。お母さんが作った揚げパンにおきこって書かれてたらどうする。うん、ちょっと引きます。ちょっと引くが、そうか。オッケー。エイトくん。はい。エイトくん、サッカーやる人。いえ。いいえって、お前サッカーやる人じゃないか。お前の前サッカーやる人って書いてあるこっちに。いえ、いいえってよ。君もしかして野原。はい。野原さん。はい。ベンチの中の野原さんと親戚。はい。そうっすか。いとこです。はい。ベンチの中の30番つけてる野原さんと親戚ですか。はい。そうですか。どういったご関係ですか。はい、いとこです。いとこ。おじさんじゃなくていとこ。もし、野原エイトくん。はい。家族関係から勉強しような。なあ、なあ、野原エイトくん。はい。はい。次の大会で監督にお願いすることは何か。試合に出ることです。違うだろう。一番もらう。そう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 、ちゃんとお願いしなさいよ。はい。はい、名前と一致しないと困るんですよってな、言っとけよ。はい、はい、てっちゃん。はい。てっちゃん、4年生ではレギュラーか。4年じゃない、低学年では。はい。はい、中学年ではレギュラーです。よーし、 OK。 中学年でどこ守ってる。サードです。サード。低学年ではキャッチャーです。キャッチャー。そうか、ピッチャーもやるか。はい。はい、頑張れよ。はい。兄ちゃんと誰が野球上手か。はい、僕です。君に聞いてない、兄ちゃん。慌てるな、一応あいつに言わせて。ああ、てっちゃん。はい。兄ちゃんと誰が野球上手か。僕です。よし。あんちゃん。はい。あんちゃん、弟はそう言ってるけどどうするか。俺の方が上手いです。そっか、俺が教えたからあいつ上手くなったんですよって。ちょっと鼻持たせやん。はい。なあ。はい。うん、大丈夫だよ。はい。野菜さん。野菜さん。はい。はい。男ばっかりのさ、チャタンドラゴンズで女の子一人ですけど、うん、友達じゃなくて、野球始めたきっかけは何ですか。転校した友達に誘われて入りました。うん、その友達はもう中学生になってるの。うん。コチンダ小の6年です。あ、あ、こっちから茶壇第二から転校して行ったわけ。はい。あ、で彼女に誘われた。あ、女の子。はい。あ、私が出るからのな、茶壇ドラゴンズ入ってって言われた。いえ。違う、一緒にやろうって言われた。はい。あ、一時は一緒にやってたわけ。
はい。で彼女はもう今コチンダに転校しちゃった。はい。向こうで野球してるか彼女は。わかりません。わかりません。文通しなさい文通。いかん。文通って何ね。そうか文通って知らんのか。文通ってわかる人。はい何に文通。メールとか。メールね。やっぱり今は手紙あそうそう手紙ね手紙のやり取り。文通って知らないんだ。お父さんお母さん文通って教えといてくださいよ。あ困ったな知らないんだ本当に。そうかわかりました。じゃあここでスポンサーからのお知らせを聞いてくださいお願いします。メルトモは知ってる。いえ、知ってます。もう終わったらスポンサーじゃなくてお知らせ終わったらもうあと7分ぐらい。そっか、私も行くか。いいな。淡路島に行ったら時期も夏休みの甲子園の大会の時期ぐらいだから甲子園のやつも見て楽しいな。おい、あ、そうだ、言うの忘れてた。携帯電話持ってる人いない？マナーモードにしといて。あ、してます。あ、してる、大丈夫？常識だよな。さすが。もうあと8分しかないって忘れてた。さあ、次何聞こうかな。残り8分だ。野原、いいとこ。はい。監督はお父さん、おじさん、おじさん、そうか、間違いない。いとこ、おじさん、君のお父さんと兄弟。はい。何、お父さん何、やんだブルーズやめたわけ。うん。転校したわけ。うん。サーチワンアイスクリーム、どこにあるの？ライカム。ライカム。ライカムってあのイオンライカムの中？うん。その畑じゃん。はい。まずいだろ。どこに何回にあるの？まずいだろ。4回。アイスクリーム欲しいか？はい。食べに行った？まだです。イオン大根に行った人？イオン大根に行った。あ、一人だけ？大根ってどこ？はい、オッケー。イオンモール。確かにイオンモール。はい、イオンモールと。まだ降りてない。あ、新しいところ。今日も調整してたな。今日俺いません。君がいた。よし、じゃあ明日君だけいて。はい、君。はい、タクシー。この、古沢君はなんて読むの？魔王。魔王。内間君は北斗。はい、内間北斗。はい、10秒前です。はい、5秒前。はい、マイク開けます。はい、今夜のヒッティングチャンスは北谷ドラゴンズの皆さんと一緒にお送りしています。楽しいメンバーばっかりで嬉しいな。今日はキャプテン。はい、はい、チームをまとめる秘訣は何ですか？はい、僕のリーダーシップですってさっき教えたやろ。僕のリーダーシップです。 OK。ルナン君、はい、本当ですか？はい。あ、いいやつですか？はい。キャプテンは、はい、いいやつ、はい、どんなところが？チームをまとめるところがです。ああ、そうか。あのキャプテン、はい、大志君、はい、チームをまとめるときにこいつ困ったやつだなっていうやついるか？はい。誰？4年生の北斗君と真央君です。あ、何言うこと聞かない。はい。4年生のてっちゃんはどんなか？うるさいです。うるさい。そうですか。何、北斗くんと真央くんは君が集合って言ってもなかなか集合しないわけ？はい、うん、そっか。そしたら誰が助けるの？副キャプテンは誰ですか？はい、はい、日向くん、はい、キャプテン助けてるか？
はい。それともキャプテンの足を引っ張ってるか、どっちか。キャプテン助けてます。本当か。はい。なんか今うつむいたけど、自信なさそうに言ったけど大丈夫か。はい、はい、ゆうせいくん、はい、なんか歌歌いたいって言ってたけどどうする。言ってません。あ、言ってない。そうか。はい、オッケー。それでも歌うか。いや、歌わない。大丈夫。はい、明日じゃあ朝礼で、何だった、朝礼体育館でやるの。はい、あの全校生徒の前で優勝旗と優勝メダルを披露する。で、何だった、淡路島に行きたいっていう。はい、いいですね。じゃあキャプテン、はい、淡路島に何で行くか。野球しに行きます。あ、何乗って行くか。飛行機です。飛行機、飛行機台あるか。あります。ありますわ。すごいな。ルナン君あるか。はい、あります。おーし。テンタ君あるか。はい、あります。あ、みんなあるんだ。わかりました。飛行機台ある人。はい、はい、はい、本当にみんなある。ない人。はい、あ、俺だけ。そうか、みんなあるんだ。お金持ちだな。オッケー。大志くん、はい、はい、これから、たくさんの人にお世話になって淡路島に行くはずですけど、皆さんに感謝とこれからのお願いをお伝えください。はい、どうぞ。キャプテンだったら考える時間は3秒で大丈夫だよね。はい、どうぞ。僕たちチャタンドラゴンズは淡路島に行くので、資金造成をよろしくお願いします。はい、じゃあルナン君。はい、キャプテンがお、ね、あのこれからのお願いしたんで、これまでのお礼をあなたはお願いします。どうぞ。今までチームを支えてくれてありがとうございます。以上。はい、はい、テンタ君。はい、送迎誰がいつもやってる。親です。親です。お前投げやりだな。もう一回聞くよ。送迎いつも誰がやってる。お父さん、お母さんです。よし、車に乗るときによろしくお願いします。降りるときはありがとうございますって言ってるか。はい、本当に言ってるか。はい、ドア開けろとか言ってないか。言ってません。言ってない、はい、じゃあその送迎に感謝をお伝えください。どうぞ。いつも送迎してくれてありがとうございます。はい、よし。じゃあゆうやくん、はい、弁当誰がいつも作ってるか。お父さんとお母さんです。大丈夫か。はい、ほかほか弁当のおばちゃんですとか言うなよ。はい、うん、大丈夫か。はい、はい、じゃあ弁当を作ってるお父さんとお母さん。あ、お母さんです。ああ、いや今お父さんも作ってるのかな、偉いなと思った。そういえばどっかのチームでさ、お母さんよりお父さんの作る弁当が美味しいですっていうやつがいたよ。うん、お母さんよりお父さんが料理うまいって思う人。あ、絶対お母さんの方がうまいと思う人。はい、ああ、はい、オッケー、ありがとうございます。やっぱみんな一応ちゃんと今夜の夕飯のこと考えてお母さん立ててるね。素晴らしい。もうちゃんとあの大人としての生き方を勉強し始めてる。偉い。で、戻ってゆうやくん。はい、弁当おいしいか。はい、はい、じゃあその感謝をお伝えください。どうぞ。今までお弁当を作ってくれてありがとうございます。これからは。これからもよろしくお願いします。おいしいのは、大好きなのは何。カレーライス。はい、弁当にカレーライスってある。はい、 あるんだ。どうするの、ご飯とルーと別々に持ってくるの。はい、はい、あ、それをまた一緒にして食べるわけ。はい、はい、からそうなんだ。最初からかかってるわけじゃないんだ。はい、はい、誰だったさっき弁当揚げパン、あ、給食揚げパンが美味しいって言ったの。ヨザ君。はい、弁当も揚げパンか。いえ、あ、揚げパンの中にカレー挟んだら。それは苦手。あ、それはまた苦手。難しいな。そうなんだ。はい、わかりました。ゆたか君。はい、はい、だ、タカト兄ちゃんにメッセージどうぞ。聞いてるかな。うん、お家でなんて呼んでる。タカトと呼んでいます。待って、俺がいるさん。ちゃんと兄ちゃんつけろ。はい、いいか。はい、今夜からだよ。はい、はい、チェックするよ。電話して聞くよ。タカトに電話してから、ね、ユタカなんて君のこと呼んでるかって聞くよ。はい、大丈夫か。はい、はい、じゃあ練習してみよう。俺が兄ちゃんだと思って。はい、どうぞ。兄ちゃんお小遣いちょうだい。そうか、兄ちゃんお小遣いあげるかな。毎日兄ちゃんって言ったらさ、100回ぐらいやったら1回ぐらいあげるかもしれない。
今、はい、A 高藤って呼ばんかなと思って怖かったやん。いつも呼んでます。A 高藤って言ってるわけや。はい。やっぱりお前に小遣いあげない。もう絶対あげない。はい、じゃあこれからも頑張ってくださいよ。はい、はい、チャタンドラゴンズの皆さんと今日はヒッティングチャンスをお送りいたしました。ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムワザ歯科、沖縄市山内上切館ダンケ、ベースボールプロショップ大山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたしました。さあチャタンドラゴンズの皆さん、明日はじゃあ朝礼で優勝報告しっかり頑張ってくださいね。はい、はい、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。